といいますか、うん、なんか結構同じ時期に妊娠出産されたダンサーさんがこれまた多かったんですよね、うん、それもなんかこう励みになって、いやいやいや本当にそう本当にそう、なんか2人産んでさすがに今、まあ、2人産んでコロナもあって2人連れて渋谷出てってなかなかできなくなっちゃったんだけど、うん、1人目の時は今ぐらいの3ヶ月とか4ヶ月とかもうほもう毎週渋谷行ってたかも2人でランチみたいな誰かと会って、そう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 、うん、宮下パークとかね、うん、渋谷の屋外でゆっくり歩けるところができて、うん、そこにフラッと行くとね、こうママたちが渋谷のなんかイケイケのママたちがなんかね、うん、宮下パークでちょっとお散歩して喋ったりしてますけどね、そうだから結構同じ時期に産んだ友達とは一人目の時はもうしょっちゅう会ってランチしたりとかして、うん、今ねなかなか、そうだね、2人になっちゃうとね電車乗って移動するのね億劫なのよこれやっぱねハードルちょっと上がりますね、できなくないんだけど、なかなかちょっと大変だからみんな来てください会いたい人はうちに来てください会いに行こう会いに来た人です、ありがとうございました本当に地元の駅まで来てくれたいやいやありがとうございます、すみません嬉しいです、こんなにゆっくり会長さんと喋れる日が来るとは本当に思ってた、若、ね、かりし頃の自分に言ってあげたこの人と喋れる日が来るよ、そんな喋るの難しい人じゃないでしょいやこれも聞いたことかな、旦那様、はい、今日ね見てくれたりとか、はい、で協力してくれてるイメージですけれども、うん、どうですか2人お子さん生まれて旦那さんは協力的です、とても素晴らしい、まあうちの場合は周りのねその同世代でさっきも言ったらいっぱい産んだ子いるけど、まあダンサー同士で結婚しているご家庭もあれば全然違うね職業の人と結婚したご家庭もある、うちはもう全然ダンサーじゃないので、ああそうなんですね、そうですね、まあでもあの仕事が週末休みじゃないんですよ、はいはいはい、仕事の休みが、そうなんですか、そう決まってない、まあ、うちで言ったら主人はもうあの、ね、日曜日だけなんですよ、オフ、ああ、うん、お忙しい、日曜日にさゴルフとか入っちゃうともうそうだね、パンパンになっちゃうので、ね、じゃあそのお休みが別にそうお休みが、そう平日に休むこともあの休みの日もあって、決まってないからレギュラーのレッスンが復帰できないんだけど、そう定期的にっていうのは難しい、そう毎週何曜日休みって決まってたらレギュラーのレッスン復帰する気満々だったんだけど、それがちょっと難しいので、はい、まあ、でもその分こうやって何かあるって言ったら休んでくれて見てくれてる。おお、なるほど。感じで構えてはくれてるんで。おむつ替えとか、こうミルク作ったりとかします。ああ、するするする。すごい。やってくれてる。するするする。うん。娘ちゃんの2人か。パパの反応ってね、ちょっと娘の。あのうちの主人は弟がいて男兄弟なんですよね。おお、じゃあ。親戚いとことかも男ばっかりなの。じゃあ新鮮なんじゃない、まさかこんなに女に囲まれる生活するようになるとは思ってなかったって言ってます、いやーだもう初めてな環境に、そう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 だから昨日、あそうそう3月4日に収録をしてるんですが、そうですね、はい、昨日おひな祭りでしたね、そうですね、ひな祭りって何みたいな感じなんだよ、なるほど、ね、女の子がやっぱ自分の子供、そう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 、そう生きてきた中で女の子が子供が周りにいなかったから、そっか、ひな祭り何するの、何3月に買ってるチラシ飯食べるんだよって、素敵ですね、私も娘が2人目が娘なので、うん、あのやっぱ1人目が長男の時はすごい旦那を結構厳しめに育ててる雰囲気があったんですよね、で私がすごい甘やかしちゃうというか、でもなんか2人娘が生まれた瞬間はもうなんかね優しいんですよね、そうなんだ、とっても優しくて、長男の時はもうこけたりとかしたら私はすごい焦るんですけど、もう旦那も今痛みで覚えろみたいなそれで失敗して覚えたらいいみたいな感じだったのが、もう娘がちょっとこう捕まり立ちでパッパってこけそうになったらアマゾンですぐこの守りをすぐ買って、これつけてみたいなまた守ってみたいな、ねえなるほどね、そんなしてなかったよって感じで恐る恐るですね、はい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 、優しい、あでもね、そういう面で言うと多分ね、私の方が子供には厳しくてパパの方が優しいんです、でもあえてそうずっとそうでいたいなと思う、私はねどうしても多分怖い母になってしまうタイプなんですよね、おおらかで優しい母になりたいんだけど、いや無理なんだよね、本当怒っちゃう、しかも感情的に怒っちゃうの本当良くないと思いながら、人間らしさをそうどこかでやっぱちゃんと育てなきゃ
ちゃってちょっと思っちゃってて、でその主人は逆に厳しくしたくても怒れないっていうタイプだから、もうこのまま行こうって言ってるから、もうこっちが怒っちゃったらウェーンパパって甘える場所がパパであってほしいと思ってるので、あもう2人がカッとなるとか2人が出れるじゃなくて、そう行こうかって、だからもう私はいつか嫌われるのは彼らにパパが聞いてよって、パパに話しやすいパパで言ってくれたらいいなってすごい思って優しい父親に育て上げ、そうそうそうなるほどなるほど、いいですね。でもね、だから私は普段、ジュースとかもダメダメってなっちゃうのよ、はいはいはい、ちょっとそこ甘やかしても、ちょっと別にいいじゃんっていうところも、私はなんかこう日常を作らなきゃいけないと思ってるから、でもパパと過ごす日は特別だから、パパがいる時はパパはいいって言ってくれるでいいと思ってて、あじゃあもうそこでもうなんであげるのジュースじゃなくて、あそうそうそう、パパは特別な時いいよ、パパはいい役回りだな、そうかそうか、なるほど、でもいいですね、バランスが、そうだから普段もうあれしたいこれしたいあれ食べたいってなった時はパパがいる時はいいけどねって、おお。てかうちパパって呼んでないんだけどね、娘。あ、なんて呼ばしてるの？ゲンちゃん。お父さんちゃうんかい？そう、ゲンちゃん、ゲンちゃん。私もママって呼ぶのね。どういうこと？私もママの時にパパのことゲンちゃんって呼ぶから、じゃ前公園とかでなんかちょっとあの本当の夫婦じゃないと思われてる。ちょっと。本当のパパじゃないと思われて、本当にパパなんだけどゲンちゃんって呼ぶから。なんかこうお友達みたいな、じゃあパパと娘の関係になるかもしれないですね。自分が三姉妹なので、優しいんですよ。仏みたいな父親なんですよね。優しくなっちゃう、どうしても。なんかお父さん大好きなので。そうなってほしい。素敵だなと思います。あるあるなのかな、もしかして。そのね、娘だとこう、息子だと。うちの父は厳しかったです。ご家庭で人によります。これは人による。今ね、あのちょこちょこってあの出てきたのが、やっぱそのグズグズってなっちゃう時とか、うん、あの厳しくしちゃう時もあるっていうことなんですけど、うん、今のそのちょうど2歳と4ヶ月の子の、うん、あれ悩みみたいなものって今ありますか？もう悩むことは上の子のことばっかりですね。上の子なんですね、うん、下の子は一旦経験してきたことというか、1人目の子の時よりもおとなしいなって感じるのすごく、すごいおとなしい、まあ、でも上の子も3ヶ月4ヶ月の頃はおとなしい子だったんだけど、うん、多分下の子は何言うか分かんないけど泣いてるとかも当然経験してるじゃないですか、1人目で多分1人目の時だったら同じ泣き方でも、え、なんで泣いてんだろうとか、どうしたら泣きやむんだろうってやっぱ思ってたんだけど、それを通り過ぎて今生きてるからこれぐらい泣いてても生きていけることを知ってるじゃない。だから成長して泣いててください。これが母として成長してるんですね。そうなんだよね。だから上の子はやっぱ常に最初の経験だから、ことあるごとに全部悩むよね。元気になってきました、なぎちゃん。うん、元気になってきました。ひょうきん。2歳ジャストはやっぱこうイヤイヤ期がね、やっぱ多いのかなっていう、いつまで続くの？もうすぐ3歳になるから、はい、3歳になるぐらいではイヤイヤ期収まってくるんだと思ってたの。全然そうだね。全然収まる気配ないね。これいつまで続くんだろうって思ってるけど。いやー本当に、自分だから下の子のイヤイヤ期がすごい激しいですけど、まあ、1歳半から今はまだ引きずってますね。なんかやっぱちょっと楽かな。先輩教えてくださいって感じ。私がですけど、ちょっと楽かなって感じたのはでも年中ぐらいです。なるほど。年中ぐらいの時に、やっぱね、集団生活始めたら、あ、そうかもしれないですね。なんだよね、きっとね、そういうことか。渋谷を二人で手をこう繋いで歩いてるだけですごい楽だったんですよ、年中3ぐらいの時に。あれ、こんな人混み歩くのこんなに楽だったっけみたいな。なんかでもちょっと走り出しちゃったりとか、なんかだっこだっこってなったりとか、なんかもっとなんか疲れて帰ってきてたのに、あれお出かけが楽、ね、まあおむつとかも持たないしね、なんかそんな、そうだよね、いろんなものが、え、本当にもうただ歩くってことができないんですよ。2歳児適度なスピードでただまっすぐ前に向かって歩くってことができないんですよ。って思わない？歩く、あの、すっごいも進まないか、めっちゃ走るか、まずまっすぐ進めないし、ただまっすぐ歩くって、こんなに子供にとってはね、っていう難しいことなんですよね。それに付き合ってる、ね、ママたちがいたんだっていうのもね、すご
気づいた点ですよね。こんなことをみんなやってたんですね。本当に本当にすごい。だから尊敬がやまないですよね、うん、こう経験するたびに他のママたちへの、うん、あのでもみんなこれやってるんだもんね。そうですそうですそうですね。すごいね。すごいね。本当に申し訳ないですって思う。で結構、ね、自分が子供の時のことも思い出す。こういうことで怒られたなとか、はいはいはい、めちゃくちゃあります。だから私、大人の言うこと聞いてこなかったなのでなんかお母さんとお父さん大変だったんだなって子育てしてやっぱり思いましたね。だから毎年必ず、まあ、実家に帰るようになったり連絡をあのお母さんの LINE を無視しまくってたんですけど無視しなくなったりとかはやっぱり子供だからそうだ、ね、お父さんってすごいって思ったのはそれかもしれない。社員になるんですけれども、はい、ダンスとか好きなこと、はい、やりたいし、まあ、家庭をねいつか持ちたいなって思ってる女性ダンサーの子もたくさんいると思うんですよ、まあ、そういう方に向けてあのメッセージやアドバイス、まあ、等身大の会長さんの言葉でいいと思うんですけど、はい、ぜひお願いします、はい、もうやりたいと思ったことをやりたい時にやってください。おね、私の場合は両立というよりは、はいはい、独身の間に結構やりきって結婚して子供を産んでその後は自分が舞台立つことじゃなく舞台立つ人をサポートできるポジションでいたいなっていう感じなので、あの舞台立つことと子供育てることを同時進行でっていうのはあんまり思ってないんですよね。子供を産むまでに割と私はやりきった感があるので、まあ、そういう選択肢もあっていいのかなって思うし、で周りの友達で本当に舞台立つことと子育てを両立してる子もいるから、もうその本当にすごいと思うんだよね。本当にすごい。もうなんか使う脳みそが全く違うから、ね、子育てと自分が舞台立つ仕事する時のモードっていうか、そのスイッチが私にはもう入らない。スイッチどこだっけってなってる感じがあるので、まあ、でもこのダンスとはずっと関わっていきたいし、むしろダンス業界の近くにいて一線で活躍している人のサポートとか体のケアとかできるようになりたいっていう風な思いがあるので、うん、そういうのを支えていきますから怪我もそうだし生活が変わることもそうだし、そういうことをまあ恐れずにというか、走るときはすごい走ってたイメージですし、うん、今ねこうお子さんでからステージのイメージとはガラリと違って、うん、結構ゆったりとレッスンとかピラティスの配信とかもされてるなっていう、それギャップ、うん、いいギャップとしてイメージはあるので本当にその場の自分のこうペースに合ったやり方とか ね皆さんそれぞれできるのでかもしれないですね。ありがとうございます。本当に今日も楽しくて、もう押し押しで時間が喋りすぎでしょ。ごめんなさいね。喋りすぎなのよ。おしゃべりがもう本当にもっと喋れるから。すごい。もうね、でも楽しくて私もいっぱい突っ込んで聞いてしまったんですけれども、喋ります。出ていただいて本当にありがとうございました。お声掛けいただき。もしこの動画が楽しかった、参考になったよっていう方いらっしゃいましたら、チャンネル登録とグッドボタンも押していただけると嬉しいと思います。ユーチューバーっぽい。本日のゲストは会長さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。